ルヒラル、ここで追いつくことに成功しました。入りましたね。攻守が入れ替わってからの一連の流れ、見事でしたね。やっぱり横幅と縦幅を目いっぱい使われると守るが難しいですよね。それにしてもチームとして素晴らしい展開力でしたね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。